お、あっチームはウニかな。お、お、ウニ、ウニ対ウニ対ユイユイ、お、久しぶりに見るカード。これなかなかネクストの時はなかなか白熱した展開、ネクストの時は結構あったんですけどね、まだなかなか見られてない組み合わせですね。ちょっとユイ・フィンネルのラゴースボーですね。また今本当にスポランで一番ホットなペア、ホットなペア、もう本当にホットです。後ろに控えるのは魔人とホシニャン。これもうちょっとスーペアと もう最近のスポランでも一番ホットなペアですよね本当に。じゃあドッグファイトライブの方始まりました。ユニコーンストライク対、デスティニー、デスサイズ、視点の方じゃあ新規対デスサイズいっちゃいましょうか。デスさんのデスサイズ、さあ先ほどあまりちょっと見せ場がなかったのでちょっと期待したいところですね。僕もデスサイズ入れてたんですけどね、隣の台にメインモニター取られちゃったんで、ちょっと今度はちょっとデスさんに頑張ってもらいたいと思います。やっぱデスサイズって、まあ、僕の方にやっぱ高校に張り付いてなんか仕事させない的な立ち回り結構考えてるんですけど、そうですかね。自分はやっぱりテイクでエネルギーしながらサーチだけ集めて相方に弱点を取らせて、自分だけやっぱり体力残せるような武将がたくさんあるんで、無理強いしないっていうのが自分の理論的な考え方ですかね。まあ、でもネクストの時もやっぱデスサイズ、デスティニーデスサイズ、通称デスデス、すごい相性いいって言われてたから、そうですね、やっぱり、まあ、だからやっぱりもうなんかあの2キャラのもう本当にガンジェムってなんか避けるキャラいなくてもいいんじゃない。確かに。ただまあやっぱりメインとかがちょっと若干劣化しちゃったんで、そこら辺の援護能力の差でやっぱりカットカットしやったらやっぱりダメ負けしちゃうんじゃないんですかね、そこは。ただその点はデスタイズのブースター資格と、はい、あれをうまく使って省いたりといったような展開が理想的です。そうですね、ここで横連をやりにいって、ここでミラコロで華麗に捌く。やっぱ4秒ってちょっと短いですよね。短いけどこれは逆にあれなんじゃないかな、プレイヤー性能の違いというか、なんか使い方が本当に出てくるんじゃないかな。前は本当に時間長すぎていつ使ってもそこまで人の差が出ないっていう感じだったと思うんだよね。こうやってレッサーみたいに、さっきみたいに要所要所使ってすぐ解除みたいな、そういった使い方がやっぱ主流というか、なんかそうですね、狙わせないような展開。これデスに覚醒してユニコーン落としていく。スペリオルエボリューショナリーエレメントデスティンのシードが発動。かっこいいこと言うね。なんかちょっと最近覚えたんですよ俺そういうの分かんないんだよね、ほんともう一回言いますよ、スペリオルエボリューショナリーエレメントデスティンです。そういうのいいから、中二実況、佐藤佐藤言ってる間にデスティンも落ちて、で、デスサイズの体力も若干減って、ストライクがユニコーン覚醒。ここで IWSP を発動してうまく落とせないですけど、まあ、逃げる武装が豊富というのもやっぱちょっとここで落とされるときついですね。そうですね、ここでストライクも若干体力が減ってきたところ、これどっちが先に落ちるかといったところか、ちょっと乱戦気味になるとわからない。デスティニーがちょっと大変しちゃってますね、これ今卵かぶってここでワンコン決めてパンチ入れて、でも落ちちゃった、ブーメラン後ろで落ちてしまった。これはもう完全にユニコーンストライク側が有利といった形か。ここでストライクも落ちる、ここでオーナーズデスタイズ確定。おっとビームが刺さってデスにも確定、ユニコーンがデストルで追いかけていく、ストライクも確定。ここでダイバー推薦かい、確定して、あー横とメインが相打ちして勝ち方はユニコーンストライク側ですね。ユニコーンストライクがまずは1本。じゃあ次大将の方ですね。大将まさかここで市川よしきですね。市川よしきかの有名な市川よしき、こちらに向かってガッツポーズをしている。僕と同じ東京の千葉ということで頑張ってほしいですね。千葉勢頑張ってください、頑張ってください。個人的にはモニターにしてあげたいところですね。でも F91 の視点見たいですね、ここはやっぱり。確かに。ドッグファイトライブ、じゃあライブの方 F91 視点で行きましょう。はい、ストーリー F91 対、トールギスダブロー。落ちろー、させるか、無理はしてそこか、落ちるなり離れるんだ、ドッグファイトライブ。
さあ FT1 も早速オーライザーで FT に果敢に攻めていく。そこをまず黙れる前に攻めていくといった形ですかね。まあそこを黙れと、まずはストフリがチャージを入れて、最初にアッパー決めておけばあれですね、レペの攻めレペができないような感じになると思うんですよね。やっぱ体力はお世辞にも多いとは言えないですからね。レペシールドしてレペも解除されて、横投げの発生はなんかめちゃくちゃ強いんですよね。強いね、誘導もすごい結構しっかり回り込んでくるし、やっぱこの人が使えばやっぱり上手いんじゃないかな。しかもタイガさんも理論上めちゃくちゃ強いって言ってるんでね。出たマスターエフキンって理論上最強あるんじゃねとか言ってるんでね、まあ、僕としてはちょっと勘違いしてるんじゃないかなとか思うんですけど、まあ、チーム理論中のごとくそうですね、まあ、結果は見せてほしいですね。ちゃんと大会で結果を負けて僕は納得するんですけどねそこはもうさあ俺トランザム発動、やっぱ抵抗はやっぱ落としに行きますよね。凝縮化させて、凝縮化させてうまくさばいていく。しかしながら画面端に不利な状況は変わらない。だいぶ体力を残して不利を減らしていく。おっ横ちょっと届かなかったか、届かなかったところで、しかしオバヒを見えたところでダウンまで一塁だけがかなり体力残った状態。方向は両方ともミリになって、まず先の人がダブロじゃないです、一振りですね。とギリギリ残る。このミリのオーライザーでかかり攻めて、ガチャ出していく。これはダブルまで落として、挟んでワンパン入れたい。リム3連ダウンまで。さあここで F4 果敢に攻めるトランザム。このミリの勝ちはどうなんだ。ここで際どいところで落ちてしまった。ダブローいまだにまだ損傷なし。さあダブローも損傷なし、まだある程度体力がある。200キルぐらいですかね。ここでトルイザ覚醒、一気に攻め立てる。攻めて F キルもかなり体力強い状態。男は黙って前スピーカー。さあどんどん攻めてムッチーで冷静な市川良樹の横ムチに迎撃されて、俺が決めたとばかりのドヤ顔。じゃあそのままダブルを、トルイザの着席したまんまかな。あれさっき勝ったよね、向こう側。あ、勝ちました。次、対象対象、先方対象いきましょう。ダブルオトルギス対ユニコーンストライクですね。いやもう早速始めちゃってください。 CD 筐体もだいぶ白熱してるみたいですよ。なんか一応 CD 筐体の方も上がるみたいなんで、ぜひ見てください。注目のあのホットなもうグフトールギスとね、グフトールギス、もう ラゴスもぜひ見ていただきたい動画で、絶対に対戦したくないチーム、もう特に相撲使いの全国の相撲使いに見ていただきたい。もうもう見どころ満載ですよね。見どころ満載、ラゴスもグフマジン、もう普段サファリ来れない方本当に見てほしい。もう本当にお勝ったようですね。ここでマジンが、マジンがドヤ顔、ドヤ顔奇跡といった感じ。毎回あの魔人さんの敵を駆逐した後にあの顔をするんですよね。こちらウィンドウやってるのかどうかちょっと見たかったですね。さあ始まりました。さあと言ってる間に W トールギス対、ユニコーンストライク。ユニコーンストライクはかなり星がついてましたね。確かにストライクいきますか。ストライクいきましょう。もうやり込み見たいですね。これもう先ほどの弟子を倒したほどのストライクなんだけど、確かに見たい。でもやっぱランチャーとか、あーっとやっぱ果敢に攻めてきますよね。やっぱりランチャーになってる間にやっぱ攻めるというのが定石といったところですかね。これ IW IW GA どうなんですか。いやすごく高いですよ。やっぱルメ直角がもう本当にすごいんだよあれ。へぇ発生判定ともにめちゃくちゃいいです。やっぱりもうなんかちょっとあ、おー、ここで市川よしきがドヤ顔と言わんばかりの得点を当てていく。まあまだちょっとユニコーンの HP はだいぶ残ってるんじゃないですか。かなり残ってます。あ、無傷ですね。そこからどういう展開になっていくのか。ここでオーライザーで攻めていってユニコーンも減ってしまい、かなり流れをつかむのがもう上手いですね。本当にいいコギペア、これがやはりサファリのペアといったところか。僕はあの、ブスギフとかやってるところ。あ、はい、次のペアじゃあ行きましょう。はい、お願いします。岐阜善一とオンシュラズのチームとアステン
といってないストライクがミニになって、ダブルオーバー優先1とオンシャージの忍者チームが C 巨体、これはもうストライク先を で、アッセンチームが D 巨体お願いします。ダブルオー確定してデストロイを使わせていく、ここでストライク落ちる、ユニコーンもダブルオーはトランザも使った感じ、そうですね、使っていく、ここでストライク使って、ここでダブルオー落としていく、ゾルギスかなり残っている、これはダブルオー2回を狙っていくのかな、ここで IWSP 市川よしきが攻めてくる、そこをすかさず、そこをすかさずリリーの着地を取っていく、 IWSP がサブが刺さる、すごい誘導、ここで見えない、トクが当たって、これが大体230とかそのぐらい来たんですよね、そんなにいるんですか、やります、すごい、他を補正率いいんでね、ここでダブルオーのトランザムライザーの学長コンがユニコーンに刺さって、まだ生きているユニコーン、これはまだかなりいけるんじゃないか、ここでトールギス勝って、これをトールギスが決めるか決めないか、おっと落とされて、トールギスがユニコーンを落として、おっここで確実に連敗を食らってしまったような、これは落ちた後の学生ゲージがちょっと不安なところではありますね、まあ、でも体力調整はほぼ五分なんじゃないでしょうか、ここでユニコの学生、これが一番注目されるところである、君勝負かけて IWSP、 これはダブルも確定、下がっていたようだ、トップでさあトランザムの限界時間が来て、一気に畳みかけるか、トー学生一気に攻めていく、おおユニコーンストライク、ユニコーンストライクが最後ダブルロックで決めた、トロキちょっと焦っちゃったようですね、悔しいと、悔しいと、コキさん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 、いかがでしたか、超悔しいです、ストライクに負けて悔しい、悔しいです、その言い方はちょっとさすがに、